はい、皆さんこんにちは、まいちくです。いつもコメント高評価ありがとうございます。今日のドリツピはこちら。はい、ということで、ホットバジョコラボ始まりました。最初はね、今回のドリサバという形で第一弾始まりましたが、今日はね、このホットバージョンコラボの内容についてね、たくさん見ていかないといけないところがありますので、早速ねお知らせの方見ていきましょう。まず、今日ねさっき少し見ていったんですが、この 1,2,3,4,5 と5つね、新しいお知らせが来ていました。 XD 車両が好きな方にはね、この新規アドオンステッカー、この2つね追加されましたよというものもね、とても嬉しいお知らせかと思います。そしてこちらですね、大事な今回のホットバージョンコラボのイベントスケジュール、少しね最初に確認しておきましょう。こちら4月22日ですね、今日から始まったドリサバは、26日22時59分までという形になっていますが、以下ボスバトル、バトルはタイムアタックスペシャルオーダーというふうに、ありますので、イベントとしては今回のドリサバ、そしてボスバトル、バトルはタイムアタックという形になっていますね。中にはやはりね、いつものように、TBR がこの中にね含まれるんではないかなというね、憶測もあったと思いますが、このような形になっていますので、個人戦ですね。本当に最後のタイムアタックっていうのは本当自分との勝負となってきますので、まあ報酬車両含めてとても気になってきますが、楽しみながら皆さん走っていきましょう。そしてここからですね、一番大事な今回のドリサバ、見ていきましょう。始まりましたドリフトサバイバル、先ほども見ていきましたが、本日22日14時から、26日22時59分までの開催となっています。そして今回からの新たな、まあ、嬉しい追加要素ですね。こちら、各難易度を初めて勝利した際の確定報酬ということで、このようにね、初級ではゴールド50ですね、50ゴールド、中級、上級、超上級ともに50ゴールド、そしてスピリッツ級では、まあ、アバター含め100ゴールドをゲットできるということですね。これは確定で、まあ、初回撃破でゲットできるということになりますので、まあ、50、50、50、50、100ということで、300ゴールドを間違いなく確定でゲットできるということになりますので、皆さん、ぜひね、頑張って、初級、中級、上級、超上級、スピリッツ級とね、この5つのクラスですね、クリアして300ゴールドゲット目指していきましょう。さてそれでは、昨日も少し触れてきましたが、今回とても気になるねランキング報酬や、その他の車両のゲットの仕方をねちょっと見ていきましょう。今回の最上位ランキング報酬は昨日も見ていきましたが、ニスモベースの究極のマシン MCR R35 GTR ニスモとなっています。こちら戦闘力星7で698です。皆さんご存知かと思いますが、 SVJ ですね、現在最高の戦闘力が星7で695の SVJ でしたが、はい、今回 MCR この R35 ニスモがそれを超えて星7で698という戦闘力になってきました。そうですね、後ほどステータスも少し見ていけたらと思いますが、とうとうね700に近づいてきたと、そして最高戦闘力も上回ってきたということになります。予想をしていましたが、やはり最強車両になってくるんでしょうか。そして上位ランキング報酬、こちらはねよく、理解しておく必要があると思うんですが、峠の魔王チャンスチケットというものがあるようですね。それを集めることによって、今回のイベントでは、RE アメミヤの柿月魔王上昇7、9号機をゲットすることができるということになってきますが、こちらの車両ですね、星7で戦闘力672ということですが、こちらの峠魔王チャンスチケットっていうのは、まあ、今回のこの RE アメミヤのね、FD をゲットするためにも使えますが、イベントを通じてねいくつか、この他の車両をねゲットするためにもこのチケットが使えるという形になっているようですので、後ほど少しね詳しく見ていくことにしましょう。そして今回のバトル報酬として、俺の学ぶ選手をゲットチャンスの可能性があるということです。報酬ランク S 報酬ランク A のバトル報酬として、星4仲間俺の学ぶさんがごく稀に出現という形になっています。
星4パワーでスーパーニトロとなっています。そしてその他の車両はね、こちらにあると思いますが、ありましたね。こちら注目車両としてレボリューション86ライトウェイト、こちらが登場。星6で戦闘力571となっています。そして、僕もねとても欲しいこのオイドマナムさんのマックスオイド GR スープラですが、こちら星6で戦闘力568となっています。そして注目仲間ですね、こちら星5ですね。やはり土屋圭一さん星5で、テクニックスーパーニトロとなっています。オイドマナムさんですね、こちら星4パワーでスーパーニトロとなっています。これらの車両と仲間は、こちらのピックアップゴールドオーダーでゲットして、ポイントアップを目指しながら、走っていこうという形になっています。さてそれでは先ほど見ていた、峠の魔王チャンスチケットについてで、ね、少し詳しく、簡単にですが見ていこうと思います。こちらもコラボイベントスケジュールの方からね確認することができます。こちらもね動画の最初の方で見ていきましたが、これ皆さんがねゲットできる配布していただくことができた星さん仲間のナミコですね、峠のシムレです。このようなステータスとなっています。そしてここですね、ランキング報酬峠の魔王チャンスチケットについてとありますが、これはコラボイベント期間中イベント前の最終ランキング報酬で入手が可能ですということです。そしてここにいつものようにねこのチケットを何位で何枚ゲットできるかっていうことがしっかりね書かれていますので、皆さんご自身でもね必ず確認していただければと思いますが、トリサバボスバトルバトルロイヤルに関しては1位から1枚すべてね同じ枚数となっています。 TA のみね、また枚数が異なりますので、このあたりもちゃんと確認して、枚数をね何枚ゲットして何の車両をゲットするのかということを、最初からね決めて走っていくっていうのは必要になってくるかもしれません。そしてそのチケットで一体何の車両をゲットできるかっていうことに関しては、先ほど少し見たんですが、今はねこの2つしか、情報としては出ていないようですが、今回のこの RE アメミア下級圧魔王上昇セブン9号機ですね、こちらかまたはこの右側のねホットバージョンコラボ車両をゲットのチャンスということで、いずれかの車両が確定ということで、何の車両がゲットできるか分かりませんが、ここにねある 1,2,3,4,5,6 台ですね、この6台のうちのいずれかが当たりますよという、オーダーになっています。この2つ以外にもね、下の方にあると思いますが、ここですね、コラボイベント第3弾バトルロイヤル開始時にも新たな車両が入手できるチャンスオーダーを実施予定ですとありますので、この2つのオーダーでね必ずこの FDA が欲しいとか、この右側のねいずれかの当たるオーダーをね必ず引きたいという方は、先にねゲットした、枚数に応じて引くことも可能ですが、この第3弾のバトルアでねどんな車両が出てくるのかっていうのがまだわからないので、引いた後にねこの第3弾の車両が欲しかったっていう風になってしまうこともあると思いますので、ここにありますね、必要枚数ということで確定では5枚、 50% では3枚、そして 5% で1枚ということなので、この枚数をしっかり認識しながら、そしてそのイベント前でゲットできる枚数に応じて、このイベントのこのオーダーには何枚使って、そして次のオーダーには何枚使ってというふうに、最初からね自分が使う枚数など含めて、計算しながら走っていくのも必要かと思います。はい、というふうにね今回見ていくものがとても多いんですが、ボーナス効果ですね、こちらも大事なので一通り見ていきましょう。ボーナス効果台、こちらは、車両の方はレボリューション86ライトウェイト、こちらがボーナス効果台 100% アップとなっています。そしてボーナス効果中の方は、僕も大好きなマックスオリド GR スープラ、これが効果中で 50% アップとなっています。そしてボーナス効果賞は180のゲテちゃん、オートプロデュースボスの WRX、テクノプロのスピリッツ MRS、 そしてレッグモーターのスポーツ RX8 となっています。この4台は以前のねコラボでゲットできた車両ですよね。なので以前のコラボでねこの車両たちをゲットしておられる方は、最低でもね 20% アップが、ついてくるということになります。とてもね走っていてよかったと思える時かもしれません。それでは仲間の方を見ていきましょう。
ボーナス効果中は今回の折戸学さんですね、21年バージョンの折戸学さん、効果中で 50% アップ、そして土屋圭司さん、こちらも 50% アップとなっています。そしてボーナス効果賞は、配布していただくことができた、このナミコと、以前ねゲットすることのできた折戸学さん、そして谷口信輝さん、そして土屋圭司さん、この4つですね、4人の仲間が効果賞として設定されています。なのでチャリオと同じようにね、以前のイベントで、これらの仲間をゲットしておられた方、そしてまあ今回のねログインボーナスでもこのナミコはゲットできたので、まあ、仲間に関しては最初からね最低 20% アップでは走ることができるという形になっています。はい、それではポイント報酬、ランキング報酬を見ていきましょう。まずはポイント報酬の方を簡単に見ていきます。今回も同じように4月イベントチケットや、強化キットなどあります。そしてここでホットバージョンコラボチケットというものがあります。こちらですね、これは先ほど見ていった、小特攻にも設定されている前回のコラボ車両をですね、こちらを、このねコラボチケットオーダーを集めてゲットすることができるという、オーダーになっています。このオーダーを回すために必要なこのチケットをこちらでね、まずポイント報酬として800ポイントで10枚ゲットできるという形になっています。まあ、以下もまだねゲットできると思います。ここでね2400ポイントでもありますので、まあこのチケットを貯めながら先ほどのオーダーを回すことができるという風になっています。こういう風に見ていくとかなりね多くの枚数をゲットできるので、まあこのチケットでね回すことができるっていうのはね本当ありがたいかなと思いますが、最後には2万ポイントでスピチキをいただけて、以降は1500ポイントごとに4月イベントチケットを20枚という形になっています。はい、それでは一番大切になってくるランキング報酬の方を見ていきましょう。今回の最上位報酬車両ですね、MCR35GTR リスモの方ですが、はい、100位までの方ですね、100位までの方が、最強車両になってきたこの MCR35GTR リスモをゲットできるということです。それ以降101位から1000位の方、1001位から3000位の方、3001位から5000位の方、5001位から7500位、7501位から1万位の方は先ほど見ていったように、この峠の魔王チャンスチケットをゲットできるという形になっています。ただ今回はね車両としてはこの R35 ニスモの MCR ですよね、これが1位から100位の方までゲットできるわけですが、それ以降の方は車両自体はね、設定されていないようですので、このね峠の魔王チャンスチケットを、集めていきましょうという形になっています。まあ101位から1000位の方もね6枚ゲットできますし、1001位から3000位の方もね5枚ゲットできるということなので、まあこのチャンスチケットを引くか引かないかっていうのは各々皆さんのね決定になってくるわけですが、まあ引く方は3000位までの方が確定で、今回のね FD をゲットできるということですので、そういう意味では1位から3000位までの方が報酬車両をゲットできるというイベントになっています。ただ先ほど見ていきましたが、今回のこの FD 以外にも2つのね、オーダーがありますので、そちらのことも考慮しながら、この枚数をね確認して引くか引かないかを決めていくのは大切かと思います。はい、それではですね最後に皆さんが一番気になっていると思いますが、今回の MCR R35 ニスモですね、もうここで見たらお分かりかと思いますが一番左上に来ています。間違いなくまあ戦闘力で表されていますが、まあ最強車両になっています。このステータスをやはり見ていく上ではこの SVJ とねとりあえず比較していきましょう。簡単に見ていきます。はい、ということで MCR R35GTR ニスモ戦闘力698ということで最高戦闘力の車両として新たに出てきた車両になりますが、高速性能は3536、加速性能は2218、ハンドリングは3923、リトロ性能は4302、燃費消費量は805ということですが、ここに SVJ の戦闘力をね重ねてみたいと思います。はい、このようにね高速性能加速性能というところではまあ SVJ の方がねまだ上ではありますが、ハンドリング値リトロ性能というところはね明らかに今回ね MCR R35GTR ニスモが上回ってきました。燃費消費量は変わらずですが、皆さんはこのステータスをどのようにご覧になるでしょうか。
まあ、カード絵もねとてもかっこいいですね。確かにこれはかっこいいカード絵だと思いますが、まあ、明らかに R35 としては間違いなく最強車両になってきたと思います。そして SVJ の戦闘力をも上回ってきたこの MCR R35 GTR ニスモですね。今回のイベントでトップ100でゲットできるという車両ですが、皆さんはこの車両をゲット目指されるでしょうか。とても激しい争いになってくるんではないかと思いますが、ドリスピの中にはね、ほんと常に頑張ってガチって走っておられる強者の方たちがたくさんおられます。今回の車両っていうのは、まあ、間違いなく R35 としては最強車両になったと思いますし、 SVJ と比較してもあのようなステータスになってきました。まあ、最近のドリスピっていうのは加速というかもう流れが速くて僕自身ね追いつけないというか、まあ、毎回毎回驚かされているんですが、まあ、その速さにもねめげず置いていかれることなく常にね追随している皆さん、いや本当に素晴らしいと思いますが、今回のこの車両をゲットされる方、100人ということですので、僕はね全力で皆さんのことを応援したいと思います。僕自身はなかなかこの100人の中に入ることは正直不可能かと思いますが、まあね自分の好きな車両を含め、それでもまあ FD をね狙うこともできますし、先ほども見ていったように、あと2つのね峠の魔王チャンスオーダーでしたかね、ありえますので、あちらの方を個人的にはねまあ集めながら、いずれかの車両をゲットできたらと思います。ということでホットバージョンコラボ始まりました。最初のドリサバですが、皆さん売り金で、そしてあの MCR 頑張って狙う人はねぜひ狙って走ってください。応援しています。それでは皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。